ショートゴロ、前進守備鳥谷、ホームに投げる。三塁ランナー長野飛び出しています。あっと長野がセーフ。あー、そしてセカンド寺内なんとかアウトにしました。打ったバッター松本は二塁へ。今のは三塁ランナー長野刺しに行きました。まずこのバッティング鳥谷ホームに送球から原口が追いかけていって、長野にタッチすることができずに結局はなんとか寺内をアウトにしたというプレーだったんですが、